はい、こんばんは、キャバクラ大好き遊びの達人高須美希也でございます。私は今、愛知県は、名古屋、キャバクラの、ねメッカ、ね、中心街に、来ております。今回なんですけれども、ね、私あの夜の街に、ね、出かけてですね、まあ、キャバクラ行くの大好きなんですけどね、今回は、ね、せっかくなんでね、私の行きつけのキャバクラ、もう若くてね、もう可愛い子がいますんでね、ご紹介いたしますんで、じゃあご案内いたしますね。あ、久しぶり。今日も来たよ。よいしょ、よいしょ。ここがね、私のあの行きつけのキャバクラでございます。あ、どうもどうも。こんなに抱きついちゃっていいの？そうじゃあね、私がいつもあの指名している女の子2人いるんですけど、こっち来いよ。よしよし、隣に座って。この子はね、自己紹介して。教えて、名前喋れない。この子はね、あのスーちゃん。スーちゃん、スーちゃん、おいでおいで、スーちゃん、おいでおいで。何でも、あの後で、ね、好きなもの頼んでいいから。スーちゃん、ね、年いくつ？何？3歳、若いね。ほんとね、若くてね、可愛い女の子がね、いっぱいいるんですよ、ここは。はい、この子は、はい。よし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 、この子はね、名前言って。そうよしよしよし、スーちゃん、ちびちゃん、年いくつ？3歳。お、若いね。ほんとね、若くて可愛い子がね、いっぱいいるお店なんですよ。じゃあね、あの好きなもの飲んでいいから、あの今日は。よしよし、じゃあね、おじさんはね、今日コーラ飲もうかな。コーラください。じゃあね、コーラいただきますね。だから行きます。じゃあ乾杯。あー、コーラ美味しいね。あれスーちゃんちょっと他のお客さんのとこ呼ばれて行っちゃったんで。じゃあちびちゃん何飲む？水飲むか。いいよいい。もう好きだけ飲んでいいからさ、スーちゃん。あ、ちびちゃん、いいよ、いいよ、ほら、お水どうぞ。お、ちょっと飲んで。はい。どうぞ、もう好きなだけ飲んで、ほら。美味しいミネラルウォーターだから。あ、いいよ、あのフードもどんどん食べてもらっていいからさ。お、なんか、すずちゃん、帰ってこないな。ずっと向こうのテーブル行って、なんか、ね、ちびちゃん、一人になっちゃって、まあいいや。もう、ちびちゃんがね、しっかり、おもてなししてくれるからいいや。じゃあね、こうおじさんはね、ちょっとお酒頼もうかな。すいません、スタッフ、すいません、あのビールください。あのノンアルコールの。ありがとうございます。あれ、なんか俺一人になっちゃったよ。ああ、戻ってきた。よしじゃあね、早速ね、今日はね、お疲れ様のドライゼロをいただきます。じゃあいただきます。あ、すごい泡が出る。じゃあビールいただきます。かー、パキってるね。今日もね、仕事終わりのね、ビールが最高にうまいね。もうキャバクラ最高だよ、本当にね。もう癒されますね、こんなに若くて可愛い子にね、囲まれてね、ドライゼロも美味しいしね。いいよ、炎上しないで、どんどん飲んで、水飲んで。いいよ。おい、すーちゃん帰ってこないな。まあいいや、まあ、ちこうよれ。お、じゃあもうすーちゃん帰ってこないからね、もう特別にね、この高級フード、フカヒレを君にあげよう。はい、お座り。おいよ、おしまし、うまいか。あれ、マジスーちゃん戻ってこなくなっちゃったな。何してんだろう、向こうのテーブル行っちゃったのかな。せっかく遊びに来たのに釣れないな、スーちゃんね。何やってんだよ。おい、フカヒレやるぞ。まあいいや、もういいや、もうちびちゃん、
一人でワイをもてなしてくれよな。いいよ、どんどん飲んで、もう好きなだけ頼んでいいから。おい、このフカヒレもね、好きなだけ食べていいから。うまい？おわなんだよ、戻ってこねえじゃねえかよ。何やってんだあいつ。せっかく、じゃあスーちゃんが戻ってきたら動画止めよっかな。なんか残念だな、スーちゃん。じゃあ一緒に飲もう、飲もう飲もう。うん、いいよ、どんどん食べて食べて。うん、フカヒレ、あ、ごめんごめんごめん、水の中入っちゃった。なんだよ、せっかく動画回してんのに、ピート二人になっちまったじゃねえか。おい、いるじゃん。おい、フカヒレ、フカヒレあるから。何、なんで来ないの。変なやつだな。おい、おい、なんで入ってこないの。おい、おい、おい、何してんの。なんで外に出るの。あら、それでこうしちゃったの。嫌なの。おじさんと一緒にお酒飲むの嫌なの。何なの。なんでそこにいるの。なんで外にいるの。おかしな子だな。まあいいや。ということで、キャバクラの紹介でした。ねえ、ちびさん、いってらっしゃい。